のようなメッセージいただきました。何かにつけて育ちに結びつけてくるママ友に悩んでいます。あの人どんな育ちしてきたと思う？あの人育ちの悪い顔してると思わない？〇〇さんって絶対育ちが悪いわよね。こんな感じで育ちに結びつけてくる悪口が本当に多い人なんです。乗っかりたくないけど無視もできません。こんな時のココさん流適当に心を込めない返し方を教えてくださいというようなメッセージいただいたんですけれども、ぴったりの関西弁があります。ぴったりの関西弁が。次ね、育ちの話をされたら、とこの子ちゃん知らんけどこれで言ってください。あなたが関西の方かどこの方かわからないんですけれども、どこの方でもこの関西弁を使ってください。とこの子ちゃん知らんけどこれで言ってください。そんな人様のことを適当に育ちで判断するような人、これぐらいの適当な関西弁が一番です。とこの子ちゃん知らんけどっていう感じでぴょっぴょこぴょっぴょっぴょってあしらっておいてください。ややこしいですよね。育ちが悪いと思うとか、あの人どんな育ちしてたんだろうって、あなたがどんな育ちをしてたんですかっていうことですよね。肯定したらしたでさ、あなたが悪口言ってたわよってあることないこと言いふらされそうですし、逆に否定したら今度はあなたの悪口を他で言われる可能性もあるわけでしょ。本当にめんどくさい人だなと思うんですけれども、関西弁が無理だったら否定も肯定もしないで、どうかなそうかなってのらりくらりな返事をしててください。相手がイライラしてもいいです。肯定も否定もなく、どうかなそうなのかな、どうなんだろう、あなたの育ちはどんな感じなんですか、私も別に、どうなんだろう、どうかなこうかな、わからないなどうかなって、こういう感じの人ってそういうね、のらりくらりな人苦手な節があるので、向こうから離れてくれる場合があるので、今度人に上下をつけたり、人をバカにするような発言があったり、人を育ちで判断するようなことがあったら、否定も肯定もしないで、どうかなそうかなこうかな風で答えてみてください。でもあなたに勇気があったら、さあどないやろうね、この子ちゃん知らんけどこんな感じで適当にぴょっぴょこぴょっぴょっぴょっぴょろぽっぴっぽっぱらぽっぴっぽっぱらぽっぱっぱかぺっぱっぺー、これ何の音だったっかって、とっティントンタントコティントンティントン、トコトコタンティントンティントン、タントコティントンティントン、タントコティントンティントン、タントコティントンティントン、タカタカトンティントン。